はい。それではお時間になりましたので、始めていきたいと思います。音声の方は届いておりますでしょうか大丈夫そうなので、改めまして、皆さん、こんにちは。AWS Black Belt オンラインセミナーにご参加いただき、ありがとうございます。本日は Amazon Forecast についてご紹介いたします。本日担当させていただきますのは、 Amazon Web Service Japan 株式会社、小田切孔子と申します。パートナーソリューションアーキテクトで、AWS のパートナー様の技術支援を行っております。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、AWS ブラックベルトオンラインセミナーについて、いくつか説明をさせていただきます。ブラックベルトオンラインセミナーは、サービス別、ソリューション別、 業種別のそれぞれのテーマに分かれて Amazon Web Service Japan 株式会社が主催するオンラインセミナーシリーズです。本日はサービス別のセミナーとなっております。セミナー中は質問を投げることができるようになっており、右側のスクリーンショットのように吹き出しから質問を入力し、鮮度をクリックすることで質問の投稿が可能です。投稿した質問に関しましては、後日、 個人や企業を特定するような情報を除いた上で、ブログにて回答いたします。また、サービスの今後のロードマップに関するご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。最後に、内容についての注意点となります。本資料では、本日時点のサービス内容及び価格に関してご説明しておりますので、最新の情報は、 AWS 公式ウェブサイトにてご確認ください。資料作成には十分注意をしておりますが、資料内の内容や価格と AWS 公式ウェブサイトの記載の内容や価格に相違があった場合、AWS 公式ウェブサイトを優先させていただきますので、この点もご了承いただければと思います。それでは本題に入っていきたいと思います。 本日は2018年リ・インベントで発表され、昨年2019年8月に一般公開されました Amazon フォアキャストについてご紹介していきます。アジェンダはご覧の通りになっており、大きく5つの点から説明していきます。まずは Amazon フォアキャストとは何かについて説明し、そして Amazon フォアキャストの使い方をワークフローをまとめた上で説明いたします。 その後、セキュリティ、料金体系と進み、最後にまとめとしていきます。それではまず Amazon Forecast に関して概要を説明していきます。Amazon Forecast は Amazon.com と同じテクノロジーに基づいた予測のサービスです。機械学習の経験が不要な時系列予測のサービスとして開発されており、時系列の予測、つまりは 過去のデータに基づき未来のデータを予測するサービスとなっております。これまでですと予測を行うには機械学習のモデルを Amazon 政治メーカーなどを活用し、開発し、利用するといった形で予測を行う必要がありました。Amazon Forecast を利用することで時系列になったデータを用意し Amazon Forecast の用意するアルゴリズムを利用することで 未来の予測を行うことができるといったものになっております。この際、機械学習に関する深い経験や知識は不要で、GUI での操作で予測のための機械学習モデルを開発することができます。Amazon Forecast の具体的な説明に入る前に、時系列予測とはどういったものかについて整理いたします。先ほど少し触れましたが、時系列予測とは 時系列にに並んでいる過去ののデータに基づき未来の予測を行うことですこの時系列のデータとは気温の線や降水状況交通量商品の売上数など時間的に変化した情報を持つデータのことを言います例えば小売りの場合店舗データとして日ごとに商品ごとに販売数のデータを所有していると仮定しますイメージとしては 右のテーブルにあるように、人その日の販売数のデータを所有している状態です。例えば、2020年1月1日には2個販売し、1月2日には4個販売したといったデータです。これを棒グラフで表すと、このような形になると思います。棒グラフの横軸は時間で、縦軸は販売数を示しています。 この過去の販売実績履歴を使って未来の販売数を予測するのが時系列予測となります。オレンジ色の線で示されている部分が過去のデータに基づいて予測した際の予測販売数となります。予測の重要なところは精度です。予測した販売数と実際の販売数で差が出た場合について考えると過剰な予測をしてしまった場合 店舗に無駄な在庫を抱えてしまう、つまりは無駄なコストにつながってしまいます。また逆に、過小な予測を行ってしまった場合、本来販売が見込めた機会に対して損をするために、機会損失につながってしまいます。しかし、精度の高い予測が行えると、無駄の少ない計画が行えるため、ビジネスにおいてこの時系列予測は重要な役割を果たします。 時系列予測は重要でありながらも、実際にビジネスで必要とされるような時系列データの予測を行うのは非常に複雑です。ビジネスのデータは様々な要因によってその数値が変わるため、それらの要因を考慮した予測を行う必要があります。しかし、これらのような要因を扱うことは従来の技術では非常に困難でした。例えば、衣類を取り扱う氷の場合、 シーズンによって売れ行きが異なったり、色や形による傾向や、広告を打ったり、セールを打ったりしても、その売れ行きは変わってきます。また、そもそも新製品の場合は、過去の販売データが存在しないため、予測が困難になります。これら課題を解決し、高い精度の予測を提供するサービスが Amazon Forecast になります。Amazon Forecast は、 Amazon.com における20年もの予測技術をベースにしたサービスです現在5種類のアルゴリズムを提供しておりますそのうち DeepAR プラスは深層学習のアルゴリズムとなっており1000以上の時系列データで実験を行ったところ精度が最大50%ほど改善することを確認しました Amazon Forecast 以前では 時系列予測を行うには、一般的な機械学習のタスクを行う必要がございました。データの読み込み、解析から、特徴量の判定、アルゴリズムを実装し、パラメータの選択、そしてモデルを学習、最適化し、最後に利用するためのエンドポイントをホストするといった一連の流れです。これらをすべてフルマネージドで提供し、機械学習の知識がなくても簡単にご利用いただけるのが Amazon ア o n f フォアキャストでは多くの API を提供しておりそれらの API を利用してプログラムを書くことも可能です一方で API での提供以外にもご覧のとおり AWS マネジメントコンソールに統合されており他のサービスと同様な操作感でご利用いただくことができますこの画面からはデータのインポート学習 予測といった作業を行うことができます Amazon Forecast のユースケースは多岐にわたります例えば商品需要予測に関しては EC サイトや店舗特定の場所で販売される製品に対する需要予測やサプライチェーンの需要予測財務計画においてはキャッシュフローや利益経費の予測リソース計画においては コールセンターのオペレーター数やサーバーの Web トラフィックや AWS の使用状況などにも活用できます。これらのビジネスにおいて主要な時系列データへの対応だけではなく、Amazon Forecast は様々な時系列データに対応しております。ここまでで Amazon Forecast の概要及びユースケースについて説明いたしました。 ここから Amazon Forecast の実際の使い方に沿ってより具体的に説明を進めていきますまずは Amazon Forecast を実際に利用していく際の手順の概要についてご紹介いたします Amazon Forecast の手順として大きくデータセットの準備予測紙の学習予測紙の作成の順番で進めていきます まずはじめに学習に利用するための時系列のデータを用意し、Amazon フォアキャストに読み込ませます。先ほど時系列予測の課題として説明しましたメタデータや関連情報などもここでまとめて登録することができ、データセットグループの単位でまとめることができます。そして、いわゆる機械学習のモデルの学習を行うのがこの予測詞の作成であり、 時系列データを学習します。最後に推論、つまりは予測結果を得るためにエンドポイントを作成し、予測できる状態を作ります。これら大きく3つのステップで Amazon フォアキャストを利用することができます。それでは各手順に対して作業概要を説明していきます。まず、はじめに学習に利用する CSV 形式で保存された 時系列データを次にデータセットグループというデータセットをまとめるための器を作りそしてここからデータの定義等を行っていきます先ほど少し触れましたが Amazon フォアキャストで利用できるデータセットは3種類ありメインの時系列データ関係する時系列データ メタデータをそれぞれどう読み込むかが定義された CSV の項目をマッピングしたスキーマを定義していきます。そしてスキーマを定義したら各種データセットを作成し S3 にアップロードした CSV ファイルをスキーマを利用して Amazon フォアキャストに読み込ませていきます。この3種類のデータ全てが必要というわけではなくメインの時系列データである ターゲットタイムシリーズが最低限あれば Amazon フォアキャストを利用することができます。ただし、他の関係する時系列データやメタデータを入れることによって、より精度の高い予測を行うことができるようになります。データの準備が完了しましたら、次は予測しつまりは機械学習モデルの作成を行っていきます。ここでは予測期間を設定し、 適用するアルゴリズムなどを選択いただきます。そして、オプションでアルゴリズムに対するパラメータなども指定することが可能です。そして、実際に学習を行うのですが、この学習完了後にできたモデルの評価指標が取得できます。その評価,評価指標を参考にして当てはまり具合を確認し、 実際にモデルを利用するためのエンドポイントをデプロイするかどうか判断することが可能です評価によって選んだ学習済み予測紙をデプロイするのがこの予測の作成となりますこの予測の作成ではいわゆる機械学習の推論エンドポイントをデプロイすることでこのエンドポイントに対して予測結果を取得することができます 例えば、複数の商品の学習を行っている場合、すべての推論結果をバッチで取得することもできますし、特定のアイテムに対してリアルタイムに予測結果を取得したりすることもできます。予測結果は API を通してだけではなく、マネジメントコンソール上からも確認することができます。それでは、データの準備、予測史の作成、予測の作成の各ステップに対して、 詳細を画面イメージを使いつつ説明していきます。まずはデータの準備です。大まかな流れです。先ほど少し触れましたが Amazon Forecast は S3 にあるデータを使います。なのでまず時系列データの CSV ファイルを格納するための S3 バケットを作成します。そしてその作成したバケットに 次系列データの CSV ファイルをアップロードします次にデータセットをまとめるデータセットグループを作成しますそしてデータセットグループの中に各種データセットを作っていきますがその際にスキーマというものを定義していきますスキーマは Amazon Forecast に CSV ファイルの中身がどうなっているのかを教えるためのものであり JSON フォーマットで入力します スキーマを定義したら実際に Amazon フォアキャストに読み込ませる流れになります。用意するデータセットは時系列データまたはメタデータになります。データセットはカンマ区切りの CSV ファイル形式で用意する必要があり、またタイムスタンプは yyy-mm-dd yy 形式になっている必要があります。時間もオプションでサポートします。 この CSV ファイルを読み込むにあたり JSON 形式で定義されるスキーマを用意していきます。このスキーマは CSV ファイルをどう読み込むかを定義するものでファイルから読み込む際のデータの属性名とその属性値のデータ型を定義する形となります。スキーマについては後ほど実例を踏まえてお話しします。データセットはこの次に説明いたします。 データセットタイプとデータセットドメインを関連付けする形となり、データセットに含めるべきフィールドと定義するスキーマが決定いたします。次にデータセットタイプです。Amazon Forecast には3つのデータセットタイプが用意されております。ターゲットタイムシリーズ、リレーティッ d タイムシリーズ、アイテムメタデータです。ターゲットタイムシリーズは、 予測したいデータに関する過去の時系列データです。こちらがメインの時系列データとなっており、例えば売上データの日ごとのデータになります。Related Time シリーズは、ターゲットタイムシリーズを補完する時系列データとなっております。例えば商品の価格や天候などの情報が含められます。最後にアイテムメタデータですが、 こちらは予測したいデータに関係する性的なメタデータを含めることができます。例えば、商品の色やブランドといった商品のカテゴリーなどが当てはまります。予測史を学習するためには、ターゲットタイムシリーズのデータセットが必須となっています。データセットを作成する際には、データセットタイプを指定しますが、もう一つデータセットドメインというものを指定します。 データセットタイプはデータセットの用途を指定するものとなっており、データセットの中身の必須項目が定義されております。ですが、どういったデータがあるとより良い予測が可能になるかまでは定義されておりません。Amazon Forecast は様々な時系列データを扱うことができますが、この定義を各自で考えると難しいため、よく使われるユースケースに対して事前定義しているのがこのデータセットドメインになります。 ご覧の画面のとおりマネジメントコンソール上ではデータセットグループを作成する際にデータセットドメインを指定する形となります。データセットドメインはリテールインベントリープランニング EC2 キャパシティワークホースウェブトラフィックメトリックスの6つそしてその他全てを対応するカスタムの合計7つが用意されております。 例えば、氷の需要予測などは、リテールドメインを選択することが可能です。また、どのユースケースにも当てはまらない場合には、カスタムドメインをご利用いただくことができます。リテールドメインを選択した場合、このようなデータセットの定義が事前に用意されます。ターゲットタイムシリーズでは、商品の ID や売上げの時間、そして売上げた数が必要となり、 オプションとして店舗のロケーションを入れることができます。リレーティッドタイムシリーズでは、その時間に売り上げた商品に関係する情報である価格や在庫の情報などです。アイテムメタデータには色やブランドなどの情報を補助として入れることが想定されます。それでは、それぞれのデータセットタイプについて、もう少し詳しく見ていきましょう。ターゲットタイムシリーズは？ メインの時系列データ、つまり予測したいデータに対する過去のデータを含めるデータセットとなります。ターゲットタイムシリーズでは、ID、タイムスタンプ、予測中のフィールドが必須となり、これら以外に最大10個のストリング型のフィールドを指定することができます。ここで指定したフィールドは、フィールドごとの予測が可能となります。例えば氷の場合です。 販売数の予測に基づき、在庫の最適化や売上の予測などに活用するユースケースが考えられますが、その際には、左下のような売上の日、商品の ID、店舗の場所、そして販売数の CSV ファイルが例として考えられます。スキーマは、この CSV ファイルの中身を Amazon フォアキャストに教える役割を持ち、具体的には右図のような形で記載します。 ターゲットタイムシリーズで指定される順番である必要はなくスキーマの中で属性を結びつける形になります例えば CSV の1列目は今回の場合は販売の日にちとなるためタイムスタンプ型となり2列目は商品 ID になるためストリング型での読み込みを指定するといった形です図の線の通りこの配列の順番は CSV の列の順番で定義していく必要があります。ターゲットタイムシリーズデータセットタイプには前処理を指定することができます。例えばデータセット作成の際に頻度を指定しますがデータセットに記載されているデータの取得時間の頻度が異なる場合があるケースが考えられます。その際に相和を取ったり 値がないところからもしくはゼロ埋めしたりと集計することでデータ間隔の調整を行うことができるのがこの前処理の機能となりますこの例では2時20分や2時45分でデータが保存されていますが1時間単位で予測する場合にはこれらを足し合わせて2時のデータとする必要がありますこういった処理を Amazon Forecast で実行することが可能です 次はリレーティッドタイムシリーズにはターゲットタイムシリーズに含まれていない時系列データになります。リレーティッドタイムシリーズを使うことで予測値の精度が上がる可能性があります。リレーティッドタイムシリーズには最大13個の関係,え関係時系列データを含めることができます。関係時系列データはフロートまたはイント型で定義する必要があります。 関係時系列データには価格などは数値で表現できますが天気などは各フィールドに分けて晴れの日には s u サニーを1にするといったフラグのような形で扱うことを推奨しています。これは晴れが2、曇りが1、雨が0と連続値とした場合その連続値に時系列的な意味を持ってしまう可能性が考えられるからです。またリレイティットタイムシリーズは ターゲットタイムシリーズと違い、前処理での集計が行われないため、予測頻度と合わせる必要があります。リエイティッドタイムシリーズを利用する際は、一つ注意が必要です。予測したい期間に関してもデータを与える必要があります。例えば図のように、ターゲットタイムシリーズを2019年1月1日から2020年1月7日まで与え、1週間先を予測する場合、 ターゲットタイムシリーズに加え、1週間先の、先のリレーティッドタイムシリーズをデータセットとして読み込ませる必要があります。つまりこの場合、2019年1月1日から2020年1月14日までのリレーティッドタイムシリーズのデータが必要となります。リレーティッドタイムシリーズの小売りの例としては、売上に影響する商品の価格や広告が行われたかどうかが考えられます。 こちらも先ほど同様に CSV ファイルの、CSV ファイル内の列の順番に合わせてスキーマを定義していきます。リレイティットタイムシリーズでは予測する将来のデータも入れる必要があり、この場合だと商品価格や広告の予定も含む必要があります。また、広告が行われたかどうかを行われた場合を1、行われてない場合を0としてフラグとして扱い、 Amazon Forecast にはインテージャー型で読み込ませています。最後はアイテムメタデータです。アイテムメタデータは必須項目を含む最大10フィールドで構成することができます。すべての値はストリング型です。他のデータセットタイプ同様にこちらもご覧のようなスキーマを用意する必要があります。 例えば、氷の場合は、靴や、靴下といった商品のカテゴリーやブランドが例として考えられます。データ、そしてスキーマの定義が決定しましたら、データセットを実際に作成します。データセットの作成は、Create Dataset API、またはマネジメントコンソールから可能です。マネジメントコンソールの場合には、 右図のように時系列データの場合は時系列の頻度をそして共通項目としてスキーマ定義を入力しますそしてデータセットの定義が完了したら実際にデータをインポートしますインポートするには時系列データの場合はタイムスタンプのフォーマットを指定しそしてアップロードしたファイルにアクセスするための I a m ロールの指定最後に読み込む S3 のパスを指定します 指定する方法には3パターンあります。CSV ファイルを直接,直接指定する場合は、そのファイルが読み込まれます。バケットやプレフィックスまでの指定であれば、その下に格納されている CSV ファイルを最大1万ファイルまで読み込むことができます。データセットの準備が完了しましたら、次は予測手の作成です。 予測詞の作成は過去のデータから予測を行うためにモデルをトレーニングするプロセスです。予測するには利用するアルゴリズムや予測期間、そして分刻みなのか時間刻みなのかといった予測の頻度が必要です。予測詞のトレーニングを行うにはこれらのパラメータの指定を行っていきます。予測詞のトレーニングを行うには Create Predictor API またはマネジメントコンソールから行います。予測期間、頻度、アルゴリズムなどを指定し、トレーニングを開始します。また、予測がどれぐらいの精度になる,かなるのかの評価指標も予測史の作成の過程で作られます。予測頻度と予測期間に関してもう少し説明します。予測頻度とは、先ほど説明したように、 分刻みなのか時間刻みみななののかか時間を指定すすることができます予測期間は予測する期間ですがこれは予測のステップ数で示されます例えば予測頻度を時間にし予測期間を168ステップとした時7日間の予測を時間単位で行うといった指定になります予測期間で指定可能なのは 500ステップまたはターゲットタイムシリーズデータセットの長さの3分の1の小さい方までとなっております。つまり、長い期間を予測するには、予測の頻度を長くしたり、入力するデータ量を増やす必要があります。アルゴリズムに関してです。古典的な ARIMA ETS などのアルゴリズムから、d e e p AR プラスといった ディープラーニングベース、ディープラーニングをベースとした5種類の事前定義済みのアルゴリズムを利用することができます。先ほどデータセットタイプの説明をいたしましたが、アルゴリズムによって利用されるデータセットタイプが異なりますのでご注意ください。特にアイテムメタデータは d e e p AR プラスでしか考慮されません。アルゴリズムの特徴と詳細はドキュメントで紹介されておりますのでご参照ください。 Amazon Forecast で特徴的なアルゴリズムである DeepAR p l u に関して少し詳しく説明します。DeepAR p l u は再機型ニューラルネットワークを使用した時系列予測のための教師ありある学習アルゴリズムです。アリマや ETS などの古典的な予測と異なり、天気などの関係する時系列や商品カテゴリーなどのカテゴリー別特徴を取り扱うことのできるアルゴリズムです。 特に関係する時系列が多い場合などに精度が出やすい傾向にありますすべての時系列データに対して DeepAR プ,プラスの精度が一番高く出るわけではありませんここでは DeepAR プ,プラスで最良の結果を得るためのベストプラクティスに関してご紹介いたしますまずデータセットを作成する際常に時系列全体を入力することをお勧めします トレーニングとテストでのデータセット分割の場合を除き時系列データを分割して入力したり一部分を入力とすることは避けるようにしてくださいまた予測する期間つまりはステップ数も400以下を推奨いたします大きな値を指定することでモデルの速度および精度が低下する可能性がありますより高い精度での予測を行うためには 時系列を集約することを検討するようにしてくださいまた単一の時系列を予測する場合には a r i などの古典的なアルゴリズムの方が精度が高く出る傾向があります DeepAR を最大限に活用するためには関係する時系列を多く入力することによりより正確な予測を行うことができるようになります とはいえ、持っているデータセットに対して、どのアルゴリズムを選択するのが一番いい精度が出せるのか、判断に困ることがあると思います。そのために、Amazon Forecast では AutoML を用意しております。AutoML は、すべてのアルゴリズムを評価し、データセットに基づいて最適なアルゴリズムを自動選択します。選ばれたアルゴリズムが確認可能なほか、昨年11月のアップデートで、 評価されたすべてのアルゴリズムに関してのメトリックスがご覧の図のように確認できるようになりました。次に学習した予測手の評価に関してです。トレーニングデータだけでは未知のデータ、つまり予測への評価ができなくなるため、Amazon Forecast では入力されたテストデータを入力データとテストデータの2つに自動的に分割し、バックテストを使用して 各種評価メトリックスを生成します。Amazon Forecast が計算するメトリックスは、二乗平均平方根誤差と、重み付き分位点損失になります。これらのメトリックスは、Get Accuracy Metrics API またはマネジメントコンソール上から確認することができます。トレーニングが完了したら、予測を行います。 予測結果を得るためには、まず予測を行うためのエンドポイント、つまり学習したモデルをデプロイする必要があります。Create Forecast API、またはコンソールから予測を作成することができます。予測結果はリアルタイムに単一のアイテムの予測結果を得られる、Query Forecast API、またはバッチ推論的に全ての予測結果を S3 にエクスポートする、 Create Forecast Export Job API が利用できます。マネジメントコンソール上でも同様の操作ができ、単一アイテムの推論結果を右図のようにグラフィカルに表示させることができます。また、S3 にエクスポートすることもコンソール上から可能です。こちらが予測結果をマネジメントコンソール上で確認した際のイメージです。 左部の灰色で示されているところが実際の値で、右の線だけで示されているところが予測の結果となります。この図では、オレンジ色が P10 フォアキャスト、緑色が P50 フォアキャスト、紫色が P90 フォアキャストと書かれていますが、これらは分位数を表しています。例えば、紫色の線で示されている P90、つまり90%アイルにおいては、 90%の確率で実際の数値はこの予測の数値を下回る可能性を示し、オレンジ色の線の10%タイルでは10%の確率でこの予測の数値を下回ることを示します。例えば氷の場合では過剰在庫がリスクとなる場合には10%タイルを、品切れ状態がリスクとなる場合には90%タイルを選ぶといった見方をすることもできます。デフォルトでは、 10%タイル、50%タイル、90%タイルが利用されますが、昨年11月にアップデートされ、最大5つまで分位点が指定できるようになりました。実際のユースケースを考える場合、予測は定期的に行っていくことが多いと思われます。こういったケースに Amazon Forecast は対応しており、追加データがあった際に、学習済みの予測値を再利用することが可能です。 例えば、店舗のデータを1週間に1回集計しており、仕入れを決めるために1週間分の予測を毎週末行っているといった場合を考えます。図にあるように、一番初めの予測を行う際に約1年分のデータを入れ、予測史をトレーニングし、その予測史を使って最初の1週間の予測を立てたとします。1週間後、次の1週間の予測を立てる際には、 新たに集計した1週間分のデータを追加でインポートしますが最初に作成した予測紙を再利用することができますつまり予測紙の再学習を省くことができ予測の作成のみで次の1週間の予測を行うことができるようになりますつまり追加データを次々に読み込ませ予測を作成することで予測紙のトレーニングを行わずに次々と先の期間の予測が可能となります 注意点としまして、リレーティッドタイムシリーズを利用している場合、リレーティッドタイムシリーズの追加インポートも必要となり、また、データの傾向は時間とともに変わっていく可能性があるため、定期的に予測手の再学習が精度を保つために必要となります。ここから、Amazon Forecast のマネジメントコンソールの使い方を 実際の画面を見ながら確認していきたいと思います。事前に操作のイメージを動画で撮ったもので説明していきます。Amazon Forecast のご利用を開始していただくには、マネジメントコンソールでサービスの検索でフォアキャストなどを入れていただくと簡単に探すことができます。初めて Amazon Forecast を使う場合は、このような初期画面に行く形となります。まずはじめに、 データセットをまとめるためのデータセットグループを作っていくところからの流れとなります。それではデータセットグループを作っていきます。まずはじめにデータセットグループの名前を入力していきます。今回のケースですと、マイグループと付けて進めていきたいと思います。名前を付けた後に、ドメインを選択しますが、リテール、インベントリープランニング、 EC2 キャパシティ、ワークフォース、ウェブトラフィック、メトリックスと事前に定義されているドメインまたはその他全てに対応するカスタムから選択します。今回扱うデータはどれにも属さないためカスタムを選択して進めていきます。データセットグループを作成すると次は全てのドメインで必須のターゲットタイムシリーズの読み込みの画面に遷移します。まずデータセットの名前を付けます。 次にどれぐらいの時間頻度でデータが記録されているかを設定していきます。はい。で、今回の場合ですと CSV ファイルには時間単位で記載されていますので Hour を選択して進めていきます。ここで時間頻度の設定が完了しましたら 次にこの CSV ファイルを読み込むためのスキーマを定義します。スキーマはご覧の通り JSON 形式で入力します。今回のファイルでは1列目にタイムスタンプ、2列目にメインの予測する数値、3列目にアイテム ID と来ているファイルを利用するため、その順番に合わせてスキーマをここで修正していきます。 ここまででデータセットの定義ができたので、次は実際のデータを読み込ませるためのジョブを作成します。まずは、ジョブの名前を設定していきます。今回の場合は、myfirstimport という形で付けていきたいと思います。そして先ほどスキーマで指定したタイムスタンプのフォーマットをここで指定します。次に、i a m r o l の設定ですが、 これは Amazon フォアキャストが S3 に格納されたデータにアクセスするための権限などがついたロールを指定します。マネジメントコンソールからはこれを簡単に作る機能が用意されているので今回はこちらを利用していきます。そして IAM の設定が終わりましたら最後に実際のデータが格納されている S3 のパスを指定し Amazon フォアキャストに対してファイルを読み込ませていきます。 データセットの読み込みが完了するとご覧のようにアクティブの文字に切り替わりデータセットが使用可能になったことが確認できます。左のメニューからデータセットを選ぶとデータセット一覧を見ることができます。例えばデータセット名をクリックすると Amazon Forecast に読み込まれたデータセットの詳細を確認することができます。今回のデモでは利用していきませんが ターゲットタイムシリーズと同様に、相手テ埋めたデータもダッシュボードから読み込ませることができ、また、リレーティッドタイムシリーズも同様の手順でスキーマなどを定義し、Amazon Forecast に読み込ませていくことができます。そして、必要なデータセットをすべて読み込ませ、すべてアクティブになったことが確認できましたら、 プレディクターつまり予測詞の学習を行いますまずはじめに予測詞の名前を付けます今回はマイプレディクターを付けていきます次に予測期間の指定を行っていきますが今回は時間単位のデータを扱っていて予測も時間単位で行いたいためフォアキャストフレクエンシーにはアワーをまず指定していきます そして、ここから3日分の予測を行うというのを指定していきたいと考えまして、フォアキャストホライズンでは24時間 ×3 日の72を指定していきます。予測期間の指定が完了したら、次にアルゴリズムの指定を行います。アルゴリズムはご覧の通り5つから選べますが、 今回は Amazon Forecast が自動で選択をしてくれる AutoML を使って進めていきたいと思います。アルゴリズムの選択が完了しましたら、あとは予測を行いたいフィールドの追加や、日本を含む休日の情報などを考慮に入れるオプションなどを必要に応じて指定します。また、アルゴリズムに対するパラメータの変更や、 前処理の設定などがアドバンスドコンフィグレーションから可能です。最後にトレイ,トレインプレディクターをクリックし学習を開始させることができます。予測手の学習が終わった際はデータセットの読み込み同様アクティブの表示に切り替わります。左メニューのプレディクターズから 予測値の一覧も確認することができます。予測値の名前をクリックすることで、詳細が見ること、確認できます。この詳細ページでは、今回の場合、AutoML によって選ばれたアルゴリズム、Profet が確認できます。そして、詳細ページの下の方に行くと、モデルの評価指標である、二乗平均平方根誤差と、重み付き分位点損失を確認することができます。 これらの値からこのモデルを予測に使うかどうか判断することができます。また、AutoML の場合は他のアルゴリズムに関しても同様にメトリックスを確認することができ、メトリックス、メトリックス画面の右の選択窓から他のアルゴリズム名を選ぶことによって他の評価指標を確認することができます。これらのメトリックスを確認することで、 次回以降のモデル学習時のアルゴリズム選択の参考にすることができます。予測詞が決定したら予測を作成します。まずは予測の名前を入力します。今回は MyForecast を指定していきます。次に、使う学習済みの予測詞を選択していきます。また予測を行う際の分位点がここでオプションとして指定でき、デフォルトでは 10%タイル50%タイル90%タイルが使われます今回はこのままデフォルトで進めていきたいと思いますそして最後にクリエイターフォーキャストを押すと予測の作成が開始されます予測の作成が完了するとエンドポイントが作られ予測の結果を確認することができる状態になります まずは作られた予測の詳細を確認していきます。同じくメニューのフォアキャストをクリックすると予測の一覧が確認でき、名前をクリックすると予測の詳細を確認できます。この画面から全予測結果を S3 に出力することも可能です。エクスポートの名前、予測、I am ロールそして出力先のバケットを設定し、エクスポートジョブを作ることができます。 予測の結果はマネジメントコンソール上から簡単に確認することができます。左メニューまたはダッシュボード上のロックアップフォーキャストをクリックしていただくとこのような画面となりまずは結果を確認した予測を選択します。次にクエリ期間を指定しますが今回のデータセットとして入力したのは2014年1月1日から2014年11月29日までのデータで ここのデータより3日間予測をすると指定を行いました。つまり12月2日までの予測結果を確認することができる状態になっています。今回は確認の範囲を11月28日0時から、そして12月2日23時までを見ていきたいと思います。 入力が完了しましたら、次に予測結果を確認したいアイテム ID を指定し、最後に Get Forecast で結果を取得します。すると、ご覧になっている図のように、左側には基地のデータ、そして右側には1時間おきの予測結果を3日分確認することが できますこの図の上の各色に関して説明していきますと、オレンジ色の線では10%、イル緑では50%、イル紫では90%イルの予測を確認することができます。以上が動作デモになります。次にセキュリティです。 Amazon Forecast で行われたすべてのやり取りは暗号化によって保存、保護されます。Amazon Forecast が処理したコンテンツは KMS を介してユーザーがサービスを利用しているリージョンに暗号化され保存されます。また、アイデンティティベースのポリシーをサポートしています。例えば、特定の予測史に対するアクセス権を許可したりすることが可能です。 そして Amazon Forecast を呼び出した API コールは AWS CloudTrail にログとして記録されます。その他 Amazon CloudWatch Metrics をサポートしています。Amazon Forecast を利用する際の料金体系です。Amazon Forecast は予測を行った数、 保存及びトレーニングのために利用したストレージ量、トレーニングにかかった時間に対してご覧の単位で課金されます。無料利用枠も用意されており、Amazon Forecast の利用開始時点より、初めの2ヶ月間はご覧の無料利用枠が提供されます。こちらは料金例になります。例えば2000アイテムを50店舗で販売しているデータに対し、 各店舗の各アイテムに1時間間隔分の予測を行うために 5GB のデータを利用し20時間分のトレーニング時間がかかったとします。この時予測数は 180USD、データストレージには 0.44USD、トレーニング時間には 4.80USD でトータル 185.24USD となります。最新の料金や 料金例に関しては Amazon Forecast の料金ページでご確認ください。現在 Amazon Forecast が利用可能なリージョンは東京リージョンを含む6つのリージョンでご利用いただくことが可能です。それではまとめに入っていきます。Amazon Forecast は Amazon.com と同様の技術を用いた 様々な時系列データの予測を簡単に行うことのできる機械学習サービスです。フルマネージドサービスとなっており、事前定義済みのアルゴリズムが用意され、またそれを自動で選択させることのできるオートエ t o m l も提供されているため、機械学習の専門知識がなくても時系列のデータを用意するだけで予測を行うことができます。Amazon Forecast は AWS マネジメントコンソールに統合されていて、 AWS アカウントがあればすぐにご利用いただけますので、まずはぜひ試していただければ幸いです。こちらは参考資料になります。公式ページ、ドキュメントやチュートリアル、そして API を利用した例が GitHub にサンプルとして用意されております。また Amazon フォアキャストの事例ページもございますので、ぜひご参照いただければと思います。 最後に補足となりますが、本日お話しいたしませんでした Amazon の機械学習への取り組み、また Amazon フォアキャストを含む AWS の各種機械学習向けサービスの位置づけや概要に関しては、昨年9月に行われた AWS ブラックベルトオンラインセミナーの AmazonAI サービスでご紹介しておりますので、ぜひこちらもご参照ください。 すでにご質問いただいているかもしれませんが、冒頭にて申し上げましたように、疑問に思ったことはご質問いただけておりますと幸いです。また、本日の内容に関していただけましたご質問に関しては、AWS Japan ブログにて資料公開と合わせて回答させていただきます。本日提供しております AWS ブラックベルトオンラインセミナーですが、 1>, 1月中の開催は、残るは明日18時より、AWS コストエクスプローラーに関してのセミナーとなります。2月のブラックベルトオンラインセミナーに関しても、ご覧の内容にて随時提供していきます。ご興味のある内容がございましたら、ぜひご参加いただければと思います。また、本日の資料は、AWS クラウドサービス活用資料集というサイトにて公開されます。過去のブラックベルトオンラインセミナーの資料もこちらにございますので、ぜひご参照ください。そして最後に AWS Well Architected 個別相談会についてです。Well Architected とは、AWS のソリューションアーキテクトとお客様が、 長年にわたり数多くの経験から作り上げたシステム設計運用の考え方とベストプラクティス集です。現在個別相談会を実施しております。イベント告知サイトからお申し込み可能ですので、ぜひご活用ください。以上で本日のセミナーは終了いたします。セッション終了後にアンケートが表示されますのでご協力ください。ご視聴ありがとうございました。